ドラゴンクエストモンスターズ2作れたかな、ドラゴンクエストプレパート18やっていきます。今回はですね、この塔の上の階層で出現するメトンできれすで1体、確保したいと思います。とりあえず、あと当然肉1個だと仲間にならないと思うので、リーがね、結構メタルドラゴンバンバン狙っちゃいがちなんですよね。できれば複数体一気にドーンって出てきてくれると非常に都合がいいんですけど、メラじゃねえんだな。ワンちゃんメガネでこっち死ぬかったね。それでワンパンできんのか。あといつでも配合できるし、来た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 。バカ、もったいねえなー。もうつか、もう普通に一撃で倒せるし、真空もいらんか。メラミラン。だよねー。一個じゃ来ねえよー。シルバーデビルだって二個食ったんだから。頼むわ。くそ、なんかね、仲間にすることに関してはこれテリバンレトロの時よりも全然難しい気すんだよね。いや、やっぱダーククラブあたりから継承しておくべきだったか。多分左狙いに行くよね。お、グロール。おーい。誰か、
リーがマジで強い。さっきみたいな2体でできてくれるパーティーがあったらいいんだけどな。俺も多分殴るよね、先にね。あ、そっち行くんだ。こういう時に限って。ピアーパペットは先に倒したからだね。なんで？なんで？ねし。ピアーパペットは先に倒すの？でねえこと。あれ？レベル上げには最高ですけども、お、ラッキー、継承の手間が省けたぜ。本当はおいおい使うであろう頭潮丸あたりから継承していく予定が。だよね。しかしなぜ今になって思いついたのか。あ、連続攻撃を覚えた次のレベルだからか。
あれ全然出なくなった。ドラゴン一から作るのはめんどくせえからな。マジで出ないじゃん。物質系にアンドレアルで、アンドレアルだったらね、次の扉でいくらでも手に入るけど、そっちでとりあえず済ませちゃうか。この方が早い気もするけどね、やっち複数体出るだろうしな。つかマジで出ないもん。系だったらとりあえずね、この辺来ればちょろいやつ結構いるからな。ディアーパペットとかゴーレムとかお断りしたけどすんなり来てたもんね。じゃあ一旦戻って、十分。あ、もうこいつらしかいなかったんだな。かき集めてもいいかもしれないね。例えばアンドレアルはアンドレアルで他の用途もあったんですが、まあ仲間にするのは別に苦ではなくなりそうなので、とりあえずここで一体アンドレアルを確保して、物質系のモンスターも適当に見繕ってきて、メタルドラゴンを普通に作って配合させてっていう感じか。ちょっとのが早いな。出現率の戦をちょっと何体も集めるのは億劫すぎる。だったらこの辺歩いてればレベルも上がるし。アンドリアルだったらすぐ出るっしょ。こっちでパッとは出てくれないか。よしよし。
MP 足んなかったかな。エホマラは本当はこいつもライオネックからの継承で覚えるはずなんだけど。だー霜降り。3個も食わしたらさすがに仲間になるだろう。来ないだと？マジっすか。伊達にね、その上のランクのアイテム用意してるだけあるよね。食い逃げだよ完全に。チックショー足元見やがって。安っ。違う。左倒すよ。攻撃力高い。あ、1個しか食わせられてない。来るんかい。はい。あと物質系のモンスターを仲間に加える。メス限定。これはこの塔内部にいろいろといらっしゃるわけよ。これだいぶフライングしてますよ。どっちの仲間にしてもいいな。硬い。ここね、ギガデインとか覚えてると大体一発で一掃できるんで楽なんですけどね。まあ、今回はこのメンバーにも攻撃呪文を採用していないので、頑張ってくれ。
経験中目。あざっす。しかも性別もちょうどいい。では、一旦マルタに。さてさて、すぐできるでしょう。ネジハンドルでメタルドラゴン。他は一旦させないときます。じゃあちょっと鑑定してもらいましょう。押すね、押す。押すなら OK だ。メタルドラゴン。メカバーン。あえて上司の名前をつける。一旦キングス預けてメカバーンを、レベル10まで育てちゃいましょう。天空の鍵に行ってサクッと戦えればいいけど、メジュー98あんのか。ワンチャンいけるかもしんねえな。では、なるべく早めに決着つけるために、
よ。まあ、まだ伸びるか。もういいぞ。ほんともういいぞ。はい。メタルドラゴンね、まだまだいっぱい用途があるわけですが、ひとまずはだな。ね、こっから育成がだいぶ苦行になるかもしれん。キングスメガバン行ってこい。頑張します。はい、メタルキングお、HP 初期109。こっから全然成長しないからね。戦士のリング持たせよう。次のレベルまで100。相当かかるぞー、これ。レベル20ぐらいまで到達すんの。はい、というわけで ね、こんな感じで、まずは、メタルキングを作ることができましたと。キングスライムのキングスの時点で、一通りのね、必要な特技は継承済みだったのでね、こいつには、なるべく早めに成長していただいて、捕獲しやすいような、感じでね、技を回収していきたいっていうのと、何欲しいってね、多分これで覚えるはずなんですけど、そう、アストロンを習得してほしいんですよね。ジゴスパークとかデインとか、あそこでのレベル上げにも有用な特技を覚えてくれるのもかなりいい感じではあるけど、そこまで継承はさせないってか覚えさせないかなとは思いますね。ただメタルキング自体はちょっと複数体用意しなければならないっていうのがあるので、極端に最大4体最低でも3体ってところですかね。そんくらい作らなければならない結構忙しいモンスターなんでね、今後もちょっとメタルドラゴン集めがスムーズに行えるように、なんとか早めにアストロンの習得をまで育てられたらなと思います。はい、ではドラゴンクエストモンスターズ2実況プレイパート18はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次のお楽しみにしております。それでは皆さんまで見てくれな。